日本映画界を代表する2人の巨匠、9年ぶりのタッグ。今新たな傑作が誕生する。川端聡37歳、刺殺されたようだ。一つの事件が幼なじみ3人を再会させた。殺される前の晩、偶然あいつと会った。あいつはお前に会いに行くって言ってたんだ。金借りに行くんで。会社苦しくてさ。久しぶりだ。俺刑事なんだ。お前俺のこと疑ってんの？疑われたくなければ捜査に協力しろ。関係ないと言ってるだろ。刑事になって自分だけ綺麗になったつもりか。彼らには誰にも言えない過去があった。お父さん、懐かしい人たちに会えたんだって。ずっと会いたかったけど会えなかった人たちだって。アツシ君は忘れていいんだよ。誰かが覚えてればいいんだから。この頃考えるの？私を産んでくれた人のこと。俺は忘れない。俺たちはもっと早くに会うべきだった。一緒よ、あなたも私も。25年の時を経て交錯する7人の愛の行方。お前は何を守ろうとしてんだ？追憶。あなたを愛していた。